振り合え。振り合いをどうした。封印は解けた。もういらない。天使は笑った。天使は笑うよ。ラララララ。ラララララ。ラララララ。振り合え、振り合え。俺は君の幸せを思って。違う、違う。俺は君に歌すら送れなかった。でも俺の幸せのため、俺が君を殺した。笑う笑う。ララ天使、ララ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 、天使回る回る。邪魔はいない。振り合え。奇跡を、女神の復活を。変わんのか。死ね死ね死ね。よかろう。貴様の炎と我の炎、どちらが勝っているか教えてやろうぜ。何のか。こらえらんねん。いやもう効率、火力が全然あるから違うな。今移行する途中だったの。そんなものだ、身の程を知れ。全然ちげえな。
足元にも及ばぬぞ。燃え尽きろ。つぶつね。これがダメージリソースなんだ。でもこっち関係ある。話戻った方がいいのかな。一応戻るか。かくれんぼ、11章1節でマナを発見しクリアすることが必須。発見し合わんかったね。そういえば発見し分かりました。じゃあとりあえず殲滅するか。あ、でも時間とかなんだっけ。はい、私は別の場所へ飛ばされたようだ。手分けして女神を探しましょう。タイムは1時、いつも通り。この回転率の速さ。いるのか、あいついたのか。で、あれか、阻止。心読むの阻止させる感じ。あれが本心か。どこで朽ち果てようと悔いはありません。どこ行ったんだ。出ておいでお嬢ちゃん。あ、いかん、一番もったいないです。
食らう前に撃て。食らうが一番ない。うん、多分上のなんとなくなんだけど丸いとこがあったんだよな。ここなんじゃないかな。くまなく、盾切る。しかもなんかよく見たら前の盾とも違うな。強い盾。すげえ、なんか食らうまで消えなかった。でこっち行ったんだ。丸いとこあったんだよな。あれなんじゃないかな。とりあえず行ってみようか。再生の卵、それは封印が解かれた時に出ると言われる。前科死んだ。いつどこで朽ち果てようと悔いはありません。善とか悪とかなんか封印が解かれたら世界は終わりだ。こういう感じでもないよな。あれはここじゃねえかなと思ってんだけど。なんもないっすね。隠れんぼか。ちゃいましたね。安直だったか。あれなんだろうこれ。まだ生きてる。すげえ。回復？回復か。武器かな。よし。探すかとりあえず。並んでてくる。はい。広いなあれな。ああ。並んでくからやりやすい。おお、すげえ増えたな。もうちょっと繋ぎたかったけど。強いなこれ。攻撃力アップ。おそらくその辺の雑魚一層だよな。これアイテムがいっぱい出ます。で、もう一個行ったらクリアになっちゃうんだっけ？ターゲットが確か出てで、鍵が出てる。あれか。なんかでも怪しいとこあったよな。なんか狭い通路にいっぱい敵が集まってた。
かった。ちょっと。稼ぎやすいな。また100いくか。あれ、なんか切れてる。まあいや、別にコンボ取りたいわけじゃないですか。いや、できればできたでいいけど。やるやん。へい。行ってみるか。ここから先。このまんまでも終わっちゃったけどさ。女神、この要塞の祭壇に捕らえられているようだ。くれてるっつってたな。いけねえのかな、この先。すげえいるけど。そういう演出はあれは。戦うとか戦わないとかじゃなくて。戦えないけどいるみたいな。レオナードさん呼んでるね。これは取ってはいけない。一刻も早く女神のもとへ。封印が、封印が。戻る。宝箱あるね。こういうパターンあるの。ああ、なんか丸いところ不自然だなと思ってたけど、そういうことなんだ。でも、あと1回呼べるな。どうしようか。その階層だけか見れんの。倒してってみるか。ふい。1って1とかある。あよりによってこいつ残ってんのか。半端なくだりは。美容師さん、ヒントか今の。なんだ今の。
死ぬまでが長い。あなたさあ、攻撃だよ、完全にテンポで覚えたわ、一回ミスってくる。これ、まあ、繋げすぎるとインパクトされるかな。地面が近いって言ってたよ、この辺とかに。では剣が光った時にできるつつだよな、うん、まあいいや、とりあえず宝箱やな。このあとすぐに三角を押すと勝手に2発目が出るんだな。なぜか魔法扱いになる。なんでやろな。カイムが放ったあれじゃないから、まあ、呪詛的によくわかんないけど、あれ有吉さんのあのセリフは何なん、ヒントなんか。15分か、大体出てるね。剣、この椅子いけないか。なんかここ匂うんだけどな、違うんかな。待ったな、これ別にググってもよかったよな。いや、一回はちゃんと自分で探さないとな。ダメそうだったらググります。異常は殲滅する？あ、りょうさん、血の匂いが近いと。血の匂いって言ったらまあ、キャッツじゃろう。ここになんかスネークみたいな感じで隠れてんじゃないの。ララララララ。
意外と広いんだよ。タイムどうしようかな。ギリギリだったら、全然分かんなかったら、まあクリアするか最悪。クッキーもう一回やんのめんどくせえしな。俺のではな。あ、そして誰もいなくなる。分かりやすいところにいいのかな。下も行ってみる？残ってるし。あれ？あ、いいんだよな。来るんだね。ロロロロロロロ。残ってんな。スイッ、スイよ。これ倒した。ああ赤目だ。ちゃんと作り込まれてる。あーひどい。コンボ途切れる。おギリ間に合うな。100は行きたい。チェーン100。いなくなってる。威力が強いんだよ。心なしか。心なしかってたぶんもう強いんだろうきっとその取り方したら不自然な飛び方してた。うん、不自然。コラボか。おい、案外開幕の位置にいたりしてな。イラつくわ。むむむむ、油断していた。腐っても帝国軍。腐った帝国。1分ぐらい前になったらもう見るか。じゃあさすがに2回やんのもあれだよな。それでいこう。1分ぐらい前にかな。あそうそうだ、ぬるくなってるな。おらん、おらんなってる。敵をまず殲滅しよう。いいよな。どうせ一度死んだのに、いつどこで朽ち果てようと悔いはありません。タオがあるな。ちょっと待って、回復だけ。
殲滅させたらなんか別の敵が出てきたりとかないかな。痛い。2階が怪しいな。アリオスさんを信じるな。いや、なんとなく言っただけなのかもしれない。その確率の方が高い気。多分。おらんのか。まずは敵だな。これが大魔術師だよ。そっちまで。はい。ララ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 。あ、残ってんのか。この豪華の中をよくぞ。なんだよ。腹立つなこいつ。ご覧になった。そしてあれまだいる。よし、こっからや。探し放題や。意外とこの後ろとかにいてな。いや、入り口はあれか。そうだよな、いけないよ。なんかまあ今日ついてそういうのもありかな。さてさて、2階探してみるか。急げば、そういうわけにもいかんのか。うん、よし、見よう。これか？鍵取った、え？取った後戻ってきたんだけど、もう敵いねえよ、殲滅させちったから。どこいいんだろうなーって探して、とりあえず鍵取ってもう一回見てみるかと。なんか開けられるとこあっかもと思って、下に。そういうこと？おっと、これ、この邪悪な気配は強大な敵司教女神の近くにいるようです。これで阻止か。殲滅したからな。レベルも上がらない。シルバーフルーツ、何？ヒクの魔術師、わかんない。ムクロだよな。ん？あ、レベル4になった。イエーイ。ぬん。全然武器の回収率上がんねえ。レベル…